徒歩18分歩きまくった。嘘やな。本当。見えません。ここに来て9回はふざけんな。まだ奥に階段がある。かっちゃんよ、真面目についていけそうにないからカメラ任せた。何を言ってるんや。近いやんけ。うん、来い。よいしょよいしょよいしょ。ここも賽銭箱ないんだな。倒れちゃってる。倒れている。ここからは。あらまあ。初めて見た。なあ。人来てないんだね。うん。直さないで。金運をください。金運の神社かな、ここ。すみません、私に金運の 運をください。そしてある子供の守護神が弱っています。その子を助けてやったってください。一番最初に僕の金運を台無しだよ。ああいう、あの、今社壊れてるじゃないですか。これ勝手に直したりしてもまずいの。ダメ。あの、管理者とかそういう問題じゃなくて、その神罰的な意味でダメ。そう、ダメ、触っちゃうかも。ちゃんとした人がいないと。よし、また18分かけて。やめろ、時間を言うんじゃない。ん、いる。いや、うん、なんか仏像かなんか森の存在。反射で見えません。今そこ撮ってくれるから来いって言われた。抜かれません。おいで、何なの、その、分かんない、覗いただけ。神社巡りの一つは、まあ、自分の霊感を高めたいっていうのもあるし、うんうんうん、やっぱり、ね、何かが取れるっていうのは間違いないと思うんだ。いいものか悪いものかはさておいて。そう、
その代わり俺たち悪いけど、うん、心霊と違って、はい、俺のバリアは全く効かないからそれだけはムイ君に伝えてくれる。いい神様ならともかく悪い神様来ても手に負えないと。そこに悪い悪霊がおっても守れないっていうだけ。おう、だからそれはリスキー、リスキーなことだけでね。旅を始めてから言います、それ。旅を始める前に言う話よ、それは。船に乗る前か船に乗ってから言ったら、もう船に乗ったらもうどうしようもないやろ。もう連行なのよ。だからそんなに月に1回やるかやらんかで抑えたいと思っとる。ああ、うん。俺も自信がないから、なんかあったらね。こうやって歩いてても俺ほんと腰痛いですもん。山だからでは。山だからでは。もうふくらはぎが熱いだけ。嫌だって言うほど嫌だじゃないんだけど、おみくじもお守りも買えないところしか行けないから、ね、思い出になる、ね、それが。ブレスレット忘れたかなと思うぐらい軽いもん。かっちゃんの霊感を抑えるバリアのそれが役に立ってない。全くダメだね、やっぱ。だからあなたに何かあってもごめんなさいとか言えないから。